後は残らないけど記憶には残るヘアアレンジを紹介したいと思います。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました、美咲のヘアアレンジ。よろしくお願いします。お願いします。はい、さっきオープニングでもお話ししました、このスプリングゴムを今日は使っていきたいと思います。はい、これを使った春のお出かけアレンジ2パターンを紹介したいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。このゴムを使っていきたいと思います。後ろで髪の毛をまとめていきます。このくらいの位置でまとめます。ゴムを結んでいきます。少し斜めになるように結んでいって、3回目で毛先をお団子状にしていきます。ゴムの部分を押さえて表面を1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所ほぐしていきます。ゴムとゴムの間を少しボリュームを出していきます。カチューシャをつけていきます。つける位置は前髪と後ろ髪の境目あたりにつけるとちょうどいいです。カチューシャをつけたら完成です。2パターン目は全部の髪の毛をこっち側に持ってきて、髪の毛を後ろにねじりながらゴムを結んでいきます。この時もゴムは斜めにずらして結んでいきます。髪の毛も少しねじりながらなので難しいですが、やってみてください。離すとねじった部分が戻っていっちゃうので、このままキープしながらほぐしていきます。ゴムとゴムの間を少しずつボリュームを出していきます。次に表面の部分を少しほぐしていきます。毛先を少し裂いて毛束感を出していきます。最後にこちら、今流行りの誰もが1個は持ってるんじゃないかなと思うバケットハットをかぶって完成です。ということで、はい、超簡単にできましたね。超簡単にできると思います。そこまでじゃないと思う。そんな超長くなってもいいと思うんですけど、めちゃめちゃ簡単です。そうですね、はいはい、今年の春結構スプリングゴムもカラフルになってたくさん出てるので、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、この動画良かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。